こんにちは、トイラボです。今回は2023年1月に発売したホットウィールカーカルチャー浪人ランについて見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。95マツダ RX7。 ボディカラーはメタリックネイビーブルー、フロントはライト、グリル、フォグランプなどが印刷で再現されています。側面はシンプルにウインカーランプが印刷されています。ホイールはグレーの5本スポークとなっています。リアはテールランプやロゴ、ナンバープレートが印刷されています。上から見てもボディカラーがすごく綺麗でいい感じです。日産 300ZX ツインターボ。ボディカラーはメタリックオックスブラッド、エンブレム、フロントグリルなどが印刷で再現されています。塗装面はシルバーの粒子感はなく、おそらくスペクトラフレームのようにザマックの上に塗装している感じです。ホイールはブラックの6本スポークとなっています。こちらもテールランプやロゴ、ナンバープレートが印刷されています。こちらの車種も色がよくかっこいいですね。81トヨタスターレット KP61。 ボディカラーはメタリックパープル、フロントライトやロゴなどが印刷されています。グリル部分はシャーシと一体になっているようです。側面はホイールメーカーのワークのロゴが印刷されています。オーバーフェンダー、象形ホイールになっているので車高も低くかっこいいです。リアはテールランプ、ナンバープレートが印刷されています。よく見ると大阪ナンバーのようです。こちらのメタリックパープルも渋くていい色です。98スバルインプレッサ 22B STI バージョン。ボディカラーはメタリックオレンジ、フロントライト、エンブレムが印刷されており、ボンネットがカーボン調となっています。側面は窓枠、ウインカーランプが印刷されています。
ホイールはブラックの10本スポークとなっています。リアはテールランプなどが印刷されています。上からの見た目はボンネットの印刷もあってかっこいいですね。マツダ RX7FC パンデム。ボディカラーはホワイト。フロントには4連フォグランプ、グレッティのロゴなどが印刷されています。側面はパンデムや東洋タイヤのロゴなどが印刷されています。小径ホイールで車高もかなり低くかっこいいですね。ホイールはブロンズの6本ホイールでリム部分がメッキ塗装されています。リアはテールランプなどが印刷されており、マフラーは2本出しになっています。上から見るとワイドフェンダーになっているのがわかります。リアウィンドウからロールバーも見えますね。いかがだったでしょうか。今回のローニンランはどの車種もカラーリングが良くかっこよかったです。全部当たりなのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。